プラダー・ウィリー症候群は、筋緊張低下、生鮮発育不全、知的障害、肥満を主張とする症候群。主張の頭文字を取って、母症候群とも言う。およそ1万5千人に1人が発症すると言われている。1956年に、スイスのアンドレア・プラダー、ハインリッヒ・ウィリー、アレクシス・ラプハルト、グイド・ファンコーニによって発見された。病名は、 主な研究者であった、プラダー・トウィリーにちなんでいる。15番染色体9 1 9 3の父親由来が欠損するか、または母親染色体ゲノムインプリンティングダイソミーによって起きる遺伝子疾患。父原性欠損型患者では、染色体1 5 9 1 9 3が欠損していることが知られており、この領域に遺伝子座を持つ熱気源に遺伝子が 原因遺伝子ではないかと考えられている。NDN 遺伝子は遺伝子すり込みにより父親由来のもののみが発現する。NDN タンパク質は P53 タンパク質に結合し、そのアポトーシス誘導能を抑制する機能がある。また、細胞周期を制御する E2 回1遺伝子とも結合することが報告されている。その他、様々な機能を持つことが示唆されており、 これらの機能が欠損することにより、この症候群を引き起こしていると考えられている。新生時期は筋緊張低下、哺乳不良を呈する。多くは、軽観栄養を経験する。筋緊張低下のため運動発達地帯がある。おとしない、唾液が少ないなどの特徴がある。前者は、胃腸炎の発見が遅れる場合があり、後者は虫歯になりやすいので、歯科衛生に気をつける。 温通覚が弱いために、夏に発汗が少なく熱射病になりやすい人がいる。痛みは感じにくいが、かゆみは強いとされる。性器の成長不全、陰毛がわずかにしか生えなかったり、全く発毛しないままの無毛症になったり、女児では、乳房が膨らまなくなったり、所長が遅れたり、所長が見られないままの無月経になったり、卵巣や子宮が未熟のままの幼稚型になったり、 変性ができないままの第一次成長のままで終わり、思春期の疾患を起こしやすくなる。知的障害があり、対人関係面の問題や、満腹感を得にくいことによる過食とそれに伴う、肥満が良に印とされ、さらに小さな手足などの症状が見られたり、痩せる努力もなく意志が弱くて怠惰で頑固な性格になったり、割合すぐ感情的になりパニックや感触を、 起こしながら声を荒らげたりする場合が見られたりすると、不登校やいじめの原因にもなりやすい。死下株における、食欲中枢の異常が最も多い症例として報告されており、食欲が抑制されないため異常なまでに食べ続けるという報告例が多い。また、代謝異常も多く、患者のカロリー消費量、特に基礎代謝量は、正常な人より低いとされる。 最大の特徴とされる肥満は、死下株の満腹中枢の障害も、その原因の一つと考えられている。しかし、もし満腹中枢だけの問題であれば乳児期から、前例肥満になるはずであるが、実際には肥満では、さほど困っていない成人もいる。肥満も、行動の問題の一つと考える説もある。染色体1 5 1 1 1 3損は、 染色体検査により診断できるので、日本では診断は容易である。しかし、母由来ダイソミー診断のためのメチルカテストは、日本では保健診療の対象外であるため、診断のためには自費負担となる。海外の検体を受け付けている日本の研究所もある。この症候群の患者は、性別、年齢を問わず、認知及び行動の特性があり、 特定の事物に固執することがたびたび報告されている。しかし、携帯認識に優れることは医学的に優位さをもって証明されていない。これについてはまだ解明されていない。上記と類似するが一般人に比べてジグソーパズルを組むのがうまいという研究報告がある。形状、空間把握の能力に優れているためと考えられているが、詳しい原因は不明である。 ありがとうございます。